メロディーラインとか、あとはまあ、高低差もそうなんですけれども、それを聞いた時に今まで聞いたことがないと思われたんでしょうね。そうですね、多分そうだと思いロまシアにす。はないっていうふうそに思われうでね、奥村さんの奥様まで生きてらっしゃるんて。ですけれど、素晴らしい女性で、まあ、喜んでくださってね、この話をしたら、そのシュラシェル・カスキ、このロシア人ピアニストが日本に来日した時にね、昔ですけれども、このお手本や熊本の民謡なんですよ、それを弾いたんですって。確か日比谷公会堂だったかしら。そしたら当時ですね、みんな笑い出したんだって、その聴衆お客さんが。だからお手もやんって、まあ、ご存知ですかね、ちょっとストーリーがあるんです、女の子の名前で。そういうちょっとおかしな感じだから、お客さんがこの聞き出して笑い始めたんだって、もう全員が。で、奥様はすごくピアニストが恥ずかしい思いしたんじゃないかしら。だからマリさんね、演奏するとね、お客さん笑い始めませんって。いや、全然私はもういろんなエジプトでもヨルダンでもいろんなとこでいて、日本で一回もそんな、逆にみんな「うわ、この曲いいですね」ってすごい反応がいいんですよ。だからやっぱり不思議ですね、そういう時代もあったんですね。ところがこのお手本や、私今ブエノスアイレス、アルゼンチンでも弾いてきたんですけどね、みんな一番これにすごい共感を持つんですよ。リズミカル、踊り、聞いたことない面白いフレーズ。上で聞けるから、よくそこでメロディー、日本の文化、民謡、その意味も全部伝えられるんですね。素晴らしいと思いますね。ただその意味っていうか、そのストーリーの中に、その頭の中にストーリーが出来上がって、そこでその音楽をふっと聞いた時に、もうすごいリアリティと言いますかね、行ったこともないけど日本に行きたいとそうか。なんですよ。で、新しい日本がそこでみんな生まれるんですよ。みんな今の外国人はもちろん日本文化たくさんも広がってますけど、まだまだ何て言うのかな、メロディーに関してはちょっとおしとやかで、こう静かなメロディーのね、桜桜そう、みああたいいうな感じのメロディーが日本のメロディーと思ってる方が多数なんですよ。ところがこういうちょっと踊りっぽいね、動きがちょっとお祭り的なのを聞くと、あ、こういうのもあるんだと、意外にね、びっくりするんですよ。ですね。最近ちょっと子守歌をね、調べてみようということで、47都道府県あるわけですよ。子守歌って大体マイナーなそうですね、曲がそうでね、すね。多いじゃないですか。で、その子供が寝る時に、確かに陽気でこれからなんか寝ようとしてるのに起きちゃったっていうよりも、あれマイナーな曲っていうのはこう眠りを誘うんですかね。キーがマイナーってことですよね。そう、不思議とやっぱりそうね、ブラームスの有名な子守と、あれはメジャーね、でもマイナーの曲たくさんありますね、なぜか。で、やっぱり日本の民謡はマイナーのもの多いですね、そうです民謡がね。ね、なぜかそれが不思議なんですよ。そうなんですよ。気候のせいかなとか、風土のせいかなとか。そうなんです。なんかね、明るい部分があるので、終わりはマイナーキーで終わる曲が多いですそうね。ですよね。それで、じゃあその子守歌をなんかちょっと集めて、これ世界に発信できないかしらって思った時に、なんかどうしても似てるんですね。どちらかというと西洋の方は明るいんですよ。そこが日本の特徴でもある。でもこの「おてもやん」は明るいという、このそうですね。子守歌じゃでなもいけど。キーはやっぱりマイナーなんですよね。とバーッとガンガンと激しく終わるけど、キーはドそうです短調ね。もそうなんですよね。単調ですね。だからほとんど民謡、この全部録音した中でメジャーのキーは少ないです少なかったですね。確かにそうですね。